はい、じゃあ関西が応援を食べるランキングバトル、今回は 1P 側が圧倒犯で 2P 側が雨漏りテレビの対戦となります。ルールとしては連続でダイスを行ってもらって5本選手した方が勝ちというルールになっております。なんかローでね、5本なんて速攻なんで慎重にやらないと流れを持ってった方が一気にいっちゃいます。さあ、視聴客にうまいことダンカウンター入れたがコンボが少々安いと、ゲーダン先から固めに行こうとするがバックジャンプで拒否られる。さあ、うまいこと画面走り込んで三角飛びを打ち落とす。さあ、しかしアスさんが逆に画面走り込んでめくりは見えない、見えるわけがない。さあ、ダンクで岸が浮かんでいるが、ダンクダンク潜在バスター、消失で微妙なことですね。まあ、入ったんだからその判断が正しいんでしょう。1ラウンド目選手するのは雨漏りテリー。さあ、2ラウンド目空中投げ、どうなってんのあれ。ダンクダンク、画面端に行くが受け身で画面が入れ替わる。タッチパンにガーキャンダンク、 TOP が消えているのでじっくりいってもいいというところで、小ジャンプに対して各半スーパー同反撃、これが強いから小ジャンプはしにくい。さあ、空様に入れてどうする。セオリーとしてはゆっくりゲージ溜めながら待つというところですが、アッサンは適当なところで前に出ていく。さあ、消却見てから打った。ガクダチが多少保てるか割れるか、うまいガードがする。受け身不能からの置き攻め。さあ、どうなる、割れたか。そう、ここで一旦引く。さあ、体力リードしているのはアツドンファンだが、最後は後ろ蹴りでアツドンファンも取り返す。3ラウンド目、しかし僕アッサン戦闘 TOP 以外にしては見たことないですね。イケイケなアッサンらしいといえばらしいのかもしれませんが、さあ、ファーウェイブ踏んでしまう。足払いに J リー挟るがダンクが届かない。壊し壊し、およそのホールグ、うまい。体力を大幅にリードして、さあ、画面端ガーキャンダンからバスタオル、体力ほぼ5倍に盛り返すが、めくりに出してガーキャンクソジン、たまに表に出るのが悩みどころです。あれは、さあ、アッサンリードで4ラウンド目というところで、今日はワンナックルが相打ちになる。TOP に取り返すが、さあ、慎重にいきたい。小逆と AQC がカウンター。さあ、欲望の強主人公、たまに当たる。めぐりから 2B2C のライメイダン。さあ、後ろ蹴りが正面に当たる、珍しいものを見た。パワーウェーブでクラハンテが前に出てたんですかね。さあ、珍しい勝ち方で 1戦目を取ったのはアツドファン。さあ、2戦目、相変わらずアツドファンはイケイケで攻めていく。さあ、ランクいい側に入って、さあ、定石から何も入らないがチクチクとダメージ数えて、壊し壊し、俺様砲撃、体力をハブリードからジャンプ防止の雷鳴山。圧倒犯も一歩取り返す。さあ、3ラウンド目、クルーサー陣が置いてある、なんだこれ。さあ、砲撃がうまいことカウントするが、雷鳴山ハンター、これは痛い。さあ、走って画面入れ替えて、さあ、きつい巡りが空差に潰す。ダンク、バスター、置き止め、投げにか切られる。さあ、暴れ通しのダンクからアスワンが主導権を取り返す。さあ、チクチクと封鎖しようとするアスドファン。画面柱が後ろ蹴りでもう一回、
さあ4ラウンド目、とりあえずダンクバック立てて TOP を消してしまいたい。省略さあ画面中央でジャストレートヒヤヒヤする。ダンクバスター、画面端ダンクバスター。さあどうする、上下げるか、フェイント絡めでやらしく攻めていく。最後はダンクダンクバーンナックル。さあマッチラウンド、ゲージ状況はアスロンファン有利だが、まあ一発ダンク入ってしまえば関係ないと。ん、足場で繋がった。さあ割り込みダンクからゲージは剥がない、壊し壊し、ウェーブが暴れ潰しになる。雷鳴山 TOP がわずかに残っている。さあ削られてテリー厳しいがゲージがある。これは痛い。さあ走り込んでこれは勝ったでしょう。ゲージは使わずパワーチャージで穴守りテリーも1本取り返した。さあノーファンステージに切り替えての3本目強クラック、ジャンプ防止の立ち入りがすごい。足払いにうまい具合に飛び込んでダンクでもう一回画面走り。さあキム兄弟は投げ式外れるとスピードが大きいですが、テリーは少々差し込みにくいか走りに大大強クラックがうまい具合にジャンプにはまった。パワーウェーブ、体力5分だったが衝撃をガードするまで。最後は今日パワーダンクブレーキングなしで執念のパワーダンク、雨漏りデリーが1ラウンド目選出する。さあ封鎖陣から俺様砲撃だが TOP がまあまあ残る。投げてめくりにはいかない、雷鳴山が置いてあると強い。はい、打ちするがこれは惜しくないですね。フェインの絡みでじわじわ攻めていく、空対空競り勝ってダンクは出される。近距離しいコンビネーションから潜在ゲイザーも微妙に体力が残った。最後は出しっぱなしの JB で圧造ファンからなんかごちゃごちゃ取り返したガーキャンクーサー。さあ距離が遠かった。じっくりジャンプを空投げで待ってるんでしょう。ウェーブ確認してからのパワーダンク、その距離では今日視線客確定。さあ視線客入るが足場が出ない、しかし壊してチクチク削って圧動ファンがリーチをかける。さあ4ラウンド目、たまにある上腕下げ入れ込んでしまったので空中ヒットで暴発してしまう。さあ投げ角だが仕込まれるとちょっと怖い。画面端を攻めはクーサーで拒否って、さあしかしジャンプリーで抑え込む。空中投げ入って焼却、さあカウンターするがあの距離ではすがにゲイザーが間に合わない。最後は壊しウェーブで雨漏りテリーも取り返した。さあマッチラウンド、さあ美味しくショートピーが入ったと思ったがコンボが繋がらない。垂直ジャンプしといてパワーウェーブ確認してから視聴客なりスーパーノンファン客なりを狙ってるみたいですね。さあ足場が使った、
衝撃をパワーダンクで打ち落として、潜在バスター、少々重なったりしたが、さあライメイザーも打ち落とした。さあドンファン厳しい、最後はカバジャンプに壊し置いといて、いやー燃えてきた。さあ今のところは2対1で雨漏りテリーがリードしております。さあ4戦目、さあ今日チャージで無理やり画面走り押し込んで、うさんくさい連携でコンボが入ったが少々ミスる。おっと逆に出てしまった、ダンク漏れでしょうね。後ろ蹴りから固めに行きたいがダンクが怖い。さあ翔剣惜しい、翔剣が面白いように入る。パワーエンブに足払いは確定はしないと思いますが、当たってしまった。さあダンクサイクガーキャミスター、あれは最大破壊は何でしょうね、ゲイザーか。ダンクマスターから大木攻めは詳しい、さあドンファン側にゲージ持ってるんで、まあクルサもらいたくないというところでしょう。投げてめくるがゲラン先かなんかで蹴りってる。さあ割りって割りにいったと思ったが当たってる。対空強パワーダンクで雨漏りテリーがゲージを剥がして、その上ラウンドもいただいた。クーサ陣ぎっちり引きつければやっぱり落ちますね。さあうまい連携、微妙なところですね。アツドンファンのダメージ源が視聴客になってますけれども、その視聴客で逆転もらっているところもちょくちょく見えていますと、まあ、難しいところでしょう。さあ西井ライメイダー入ってラウンドはアツドンファンのもの、4ラウンド目。さあやっぱりキム兄弟の遠距離が強い。ダンクバスターとか TOP が残ってる。封鎖陣を追撃入らないから出し切って、さあまた視聴客ダンクバスター。さあゲージがあるのでこの体力でも一気にいくぞ。さあ慎重にいきたい、足払いに正座無理で雨漏りテリーも取り返した。さあ待ちラウンド、接戦が多いですね。さあ強チャージで亀橋から逃げてジャンプリードをかぶせていく、めぐりしくがこれは痛い、つながってね。さあ足払いうまい具合に体育取ってダンクスカにはお咎めなし。さあ入った、潜在出てれば取ってたラウンドでしょうが、おかわりでパワーダンクで潜在はスタッフまで決めて、雨漏りテリーが 3-1 リードを広げる。